テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバ。これはある大学生が体験したお話ネバ。地方の大学に進学した T 君、その日は久しぶりに会う高校時代の親友が遊びに来ることになっていたネバ。しかし予定の時間が過ぎても友人は姿を現さなかったネバ。 T 君は心配になり友人の携帯に連絡。しかしおかけになった番号は電波が届かない場所にあるか電源が入っておりません。しばらくすると T 君の携帯に着信。ごめん、途中で道がわからなくなってお前に電話しようとしたんだけど、なぜか携帯の電池が切れちゃってて仕方がないから公衆電話を探してたら橋のたもとで電話ボックスを見つけてさ、今そこから電話してるんだ。それって八木山橋？八木山橋なんかに公衆電話なんてなかったけどな。いやいや、電話ボックスがあるんだって。ここからどうやって行けばいいかな。それを聞いた瞬間 T 君の脳裏にすごく嫌なイメージが走ったネバ。八木山橋といえば自殺の名所、下は渓谷になっていて今は自殺防止のために柵まで作られている場所だったネバ。どうすりゃいい、なぜか後ろに人がいっぱい並んでるから早く切らなきゃ。待て、その電話ボックスから出るな、絶対に出ちゃダメだ。どうした急に。とにかく後ろにすごい並んでるから出なきゃ。みんなすごく困ってる顔してるし。いいからそのまま待ってて、俺が行くまで絶対にそこから出るなよ。 T 君は車を飛ばして橋まで急いだネバ。そして10分後 T 君が到着すると友人は橋のたもとの崖っぷちで放心状態のまま立っていたネバよ。もし友人の言う電話ボックスを出ていたなら友人は確実に崖の下に落ちていたそうネバ。霊の集まる場所、そこはすでに幻想の世界かもしれないネバだから、みんなも気をつけるネバよ。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバ。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよ。